モドではメッシュのスケールを変更する場合、トランスフォームのスケールツールでは、パーセンテージ、つまり今のメッシュに対する割合により大きさを変更します。今回はトランスフォームのスケールツールを使わずに指定したサイズに合うようにスケールをかける方法をご紹介します。 この指定したサイズに合わせるスケールツールというのは、スナップと精密パネルの中にある、この絶対スケールのコマンドを使用します。今回のサンプルとなるこの直方体の大きさをまず調べてみましょう。ビューメニューから寸法ツールを起動すると、ビューポート上にこの直方体の大きさが表示されるようになります。 8メートル、2メートル、4メートルという大きさの直方体です。この直方体のある特定の軸、例えば一番長いこの8メートルの軸、この軸が3メートルになるよう全体をスケールをかける場合、この均一の値、こちらに3メートルと入力し、均一軸は最長軸、一番長い軸に合わせる。この設定を行ったまま、 均一スケール。これをかけると、一番長い軸が3メートルにスケールされ、それに合わせて他の軸も同じ比率でスケールがかけられるようになります。これとは別に、XYZ 軸、それぞれの軸に対して、スケール後の大きさを指定してスケールをかけることも可能です。 その場合にはこちらの明示的というカテゴリーを使います。例えば、この明示的というカテゴリーの中にある XYZ をそれぞれ1メートル、2メートル、3メートルと設定して、明示的スケールというこのボタンをクリックすると、スケール後の大きさが1メートル、2メートル、3メートルといったように指定した長さになるようにスケールをかけることができます。 これは、例えば他のモデルの大きさにぴったり合わせたい場合などに大変便利に使えます。この絶対サイズのコマンドパネルはメッシュレイヤーを切り替えても有効なままですので、例えば、スケールを合わせたいメッシュレイヤーをアクティブにし、こちらの円柱ですね。こちらの円柱だと、3メートル、4メートル、5メートルの寸法になっていますが、 こちらのメッシュをアクティブにし、パネルの中にあるこのグラブサイズ、このボタンをクリックします。そうすると、アクティブなこのメッシュレイヤーの大きさが自動的に XYZ の値として入力されます。この状態でスケールをかけたいメッシュ、こちらの立方体の方のメッシュレイヤーと切り替えて、明示的スケールボタンをクリックすると、 この、えー、先ほどの3メートル、4メートル、5メートルの円柱と同じサイズへとスケールを変えることができます。